さあ、バーベキューの準備ができました。できました。じゃあまずはですね、自分たちが釣った魚を調理しましょう。はい、鶴ちゃんはヒラメ、はい、私は釣ってないので、カツエサを、イキエサをいや、どうですけど、これテレビでやってた黄金伝説より YouTube のこの番組の方が豪華ってどういうことですか？お前ね、お肉とかもめちゃめちゃあります。めっちゃいいホテル。温泉入ってここでキャンプできて、うん、そうそうそう、なんかキャンプやってる人も温泉だけ入ってまたこっち戻ってくるみたいなパターンもできるみたいです、ね、すごい、すごい。じゃあちょっとさばこうかな。まあ坊主は坊主やったんでね。いや、僕のあのヒラメはちなみにあの料理長にごまおろしに。すげえ。あ、私のはですね、ちゃんと鱗だけは取ってくれてます、綺麗に。僕ムニエル作りますわ。すげえ。別にこれ内臓も食べれるよな、きっと。これぐらいちっちゃかったらね。一応前にエラも抜こうか。鶴ちゃんって料理もできんの？あ、料理しますよ、お家で。すげえな。奥さんのお手伝いってやつですけどね。ええなあ、お手伝い。俺洗い物しかやらしてもらわれんだそうなんですか？うん、キッチン立つんちょっと禁止というか。まだ許可が下りない。怖いらしい、俺がキッチン立つと。あんだけキッチン立ってきたのに外のだからこそかもよ家燃やされる思うみたいな。アッキナは料理うまいんすか？昔はやれへんかってんけど、結婚してからもうすっごいいっぱい作ってくれる、一生懸命。イメージないでしょ？全然ないですよ、アッキーナが料理やるなんてイメージ。だヘキサゴンの時とちょっとやっぱ変わったよ。まあね、ほんとそうですよね、うん、うちの奥さんなんかもだってほんと最初子供大っ嫌いとか言ってたんですよ料理なんかも全然しなかったし、スタイリストさんだったんですけどあんなたくさんのお子さんいる。それがもう今やもう本当にスーパーママですもんね。すごいよね、人って変わりますよね。じゃあちょっとムニエル僕行っちゃっていいですか？はい、私それ乗っかります。チンチンス。スルちゃん焼いてるとこにちょっと参加させてあげて、この子ちょーんと、はい、いやー、うわーすげー、チンチンっすよ。いやー、あったかいものが食べれるなんてこのチーム、うわ、おいしそうな匂い。このチームであったかいものが食べれるなんてありがたいね。ありがたいですね。うまそう、こんな肉厚なヒラメで。いいね。でこう考えたらやっぱ釣れてよかったですね。よかった。いや、ほんまに奇跡やと思うで。ほんまに時間で絶対釣れない時間でしょ、そうですね、時間帯って。本当によかった。ちょっと俺のもちょっとだけお邪魔させてもらって。どうぞどうぞ。こんなんすぐ焼けるから、ちょっと繊細やからよう見といてあげてねすぐやもん、ほらもう、もうこいつにかぶりついてほんまこれをゲットする予定やってんけどな半レアぐらいでちょうどいいっすね、これね。あ、もうええかも俺の。天口さん、はい、ちょっと食べませんか？食べたい。いいですね。鶴ちゃん、頭と尻尾どっちがいい？どっちでもいいです。え、背骨が全然、あ、ぐしゃぐしゃじゃないですか。やばい、よし、イワシぐしゃぐしゃですよ。あ、イワシ、これちょっと頭もええ感じやから。はい、はい、ありがとうございます、はい、尻尾なんかもうなんかわからん、くちゃくちゃになってもいただきます。ちょっとムニエル、いただきます。うんまうそ最高の塩コショウ加減、バターも最高、めっちゃうまい。いただきます。いや、何これ、うめえ、うまいうめえ、めっちゃ脂乗ってる。
やっぱ自分で釣ったまたヒラメだからさらに人塩ですよこれ。ほんと、いや俺も釣ったとこ見たから人塩やよ。いや横におってんもん俺。試合もさ、得点を決めた人だけが偉いでない、やっぱそこで横で見てた人も偉いやんチームってさ、サポーターですよね。あ、そう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 。イワシもうまいっすよ。おいしい。なんでこれに飛びつかへんかったんやん。いや、おいしい。うん、これが170円で味わえねえもんな。うん、おいしい。やべ、超うまい。え、何縁側？ムニエルス。ムニエルうまいね。ちょっと、味付けありがとう何から何まで、うん、まっ。うわー、また顔変わるなこれ。あ、うまい。うめえ。うん、身が絶妙な油の乗り加減でめちゃくちゃ美味しいね、はい。ステーキだよ。やば、何これ、こんなに超豪華じゃん。誰かスタッフ実家売ったんちゃうか、大丈夫かいや本当にそれぐらいしないとこんなごちそう食べれないですよ実家売っても立山の実家売りましたね。売ったな、誰か売ったよね。売りました。今日船の中で顔色悪かったあのスタッフちゃうか、あの人あれただ酔ってただけです。酔ってたの。めっちゃ顔色悪かった。うわー、ホタテマジで。うまそう。これ皮からいきましょう。なんこれ。あ、皮からいく。どっちだいの。逆です。はい、こっちです。こう。はい。すごいね。うわ、めっちゃ美味しそう。何ですかそれ。サラダ。やった。サラダよ。浜口さん。はい。あ。鶴ちゃん来てくれてありがとう。こちらこそお邪魔しまして。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。乾杯。乾杯です。染み渡るぜ。うめえビール。本当これ。ずっと僕疑っちゃうんですけど。なんかドッキリにはめられてるんちゃうかみたいな。じゃないかなと思いながら僕ちょっと今日ずっと一日いるんですけど。いや大丈夫でしょ、これドッキリするんやったらその仕掛け側俺選ばないですよ。はや、浜口さんご結婚してどれぐらいですか。もう3年ぐらい経ちます。4年ぐらい経ちます。あ、もっと経つか。3年ぐらいかな。3年ぐらいですね。うん、でも正直まさかやったけどね。ですよね、びっくりしましたもん。だって普通にあの彼女が、はい、あきれなく18歳の時に、はい、普通に俺あのディズニーの達人としてディズニーを一緒に回るみたいなロケ、はい、してたりするん。あ、それその時はまだ全然関係ないですよね。全然関係ない、はい、まあ、ここでこうやってくくってはったから頭後ろ上に上にくくってはったからそれぐらい若かったってこと。そう、若い子やなと思って、うん、バリバリの人見知りで収録以外は全然喋ってた。ゆきさんの時喋ってたの。いや人見知りでしたけど、いや変わってんなと思ったのはあの、うん、コーラしか飲まなかったんですよ。そうそれみんな言うね。お茶も飲めないって、うんうん、今飲めるよ水。あ、そうですか。ある日その沖縄旅行に一緒に行って、まあ、付き合ってる頃に沖縄旅行に行って、でなんかテラスのあるようなところのお食事をしてたの、はい、なら琉球グラスに入って水があって、それ俺が飲むような水やってんけど、それにほんまわーっと夕日が差し込んですっごい綺麗やったの、はい、見てめっちゃ綺麗やでとかって言って見てたら、私今だったら飲める気がするって言って、それをパッと飲んだ時に水ってこんなに美味しいんだってなってほんまに嘘みたいな話でそっから飲めるようになったの、琉球グラスと夕日のおかげで。でもその夕日も多分相当高い夕日ですね、まだね。じゃあちょっと西日に言い換えるわ琉球グラスの西日が差し込んで
全然ロマンチックだしになれへん。なんかカブとか小回りが利くバイクとかであっちこっち行って、いろんな釣りしたいな。めっちゃええやん、そんなん。俺カブ乗ってたし、昔。え、改造したりしてんの？カスタムしてんの？僕のやつは 110cc のカブなんですけど、もうそれこそここにもカブでキャンプしに来たりとかしましたし。ええー、ね。ええ。うわ、そのカスタムしたりとか、そのあそこみたい。うまい。キャンピングカーとかね、あの時キャンピングカーの話もしてたん、はい、キャンピングカーほんまに基地みたいなのにして。そんな夢広がりますよ、そんな。もともと美術館みたいな俺開くことになってんねんけど。はい。美術館みたいな、展覧会みたいな、ミュージアム、浜口ミュージアムを作んねんけど。何すかそれ。テーマやね、浜口ミュージアム作るって。今日なんか海行ってるけど。これからですか。そうそう。へえ。あ、浜口さんの絵、絵とかアートとか。アートとか。そうそうそう。鶴ちゃんも作ってよ。それいいっすけど浜口ミュージアム、うん、どっか作らせてくれへん、鶴ちゃんのとこで。僕今ちょっと将来のことを踏まえて、あっちこっち、あっちこっち、ちょっと土地探してるんですよ今。何なん土地。土地をちょっと、土地を探してて。何すんの。いやちょっとなんかこう将来的に何かこう子供たちをなんか預からせてもらえるような縁みたいな、あ、だから保育のなんか学校行ってんの。はい、まあそれもあるんですけど、そんなんできたらいいなと思って、うん、時間空いてる時にあちこちなんか土地見て回ってるんですけど。本気やん、すごいな。でも今その土地手に入れたところで現実問題何かできるわけじゃないので、うん、その間だけだったらお前全然土地大丈夫ですよ。はい、やったあの八ヶ岳とかほら、いや本当ありがとうってディレクターさんが言っても。いや本当にありがとうございますうわ、言うてみるもんやな。すげえ。保育園できるまででいいです。全然全然、はい。そういうとこ使って何かやりたいですよね。やらせてください。例えば八ヶ岳が見えて。めっちゃすごいやん。いいとこですよ、すごく。人目がないんで、そんなにもったいないんで。将来はそこで保育、まあそんなのできたらいいなとか思いながら。素敵な夢やな。浜口さんなんか夢あるんですか。今ミュージシャンになって売れたいっていうのがあります。いいじゃないですか。後輩とバンド組んでんの。はいはい。武道館に立ちたいって。お、鶴ちゃんの夢聞いた後なんか俺すげえその夢誇っててんけどちょっと恥ずかしくなってきた。いや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 。浜口さん おいくつになるんでしたっけ。50でしたっけ。49になったけど50のもう年代。うわすごいな、うん、だからすごいお兄さんなんですよね、よく考えたら。せやで、弟みたいな感じでおるけど俺すごいお兄さんなんですよ。4つ5つ上なんですよね、うん、ほんまやで。中学の時やったら入学してきても俺おれへんねんそこまでなってないでしょ小5ぐらいですよねなんか考えません、もうこれ40後半とかってなってくると。あ、どれぐらいまで生きれるかとか、どういう風に生きていこうかとか。はい、なんかやっぱり今人生100年時代とか言われてますけど、うん、もう折り返しなわけじゃないですか。もうほんまのことやねんけど、ね、もう楽しいことしたい、はい、で無理したくないって、はい、でもずっとそうじゃないですか浜口さんはそう。いや、でもやっぱまあなんかこれは将来のためやからちょっと頑張ってここはやっとこうみたいな、はい、あったけど、物差しを、まあ、ずっとそれで生きてきたけど、さらになんか楽しいことほんましたいの、やりたいことやりたいの、別にそこでお金がどうとか、はい、そんなんじゃなくて、はいはいはい、うん、だからもう全然お客さんおれへんかっても後輩とバンドやってるのすげえ楽しかったりとか、分かりますね、うん、で一からのことで、いや俺ドラムやってんねん、ドラム担当、はいはい、全く分かれへんかったとこからスタートして、そこから始めてんのよ。
でそんなんでさ四苦八苦してインスタ見たらさ、鶴ちゃんが何も習わんとドラム叩いてますってめちゃくちゃうまく叩いてる。何やねんこいつって。俺あんな一生懸命やってできへんリズムを簡単にポコポコ叩きやがって。いやいや、僕ほんま何でもできるよね。僕もそんな別に叩けないですけどね。中学の時に吹奏楽部だったんで、あの部室にあったんですよ、うん、あのドラムが、うん、それ楽しくて休み時間ずっとドラム叩いてて、その流れです。誰にも教わってないし。おるねんこういう天才が。天才じゃないですけど、これで一発でできてしまう人が。まあそういう夢はあるよ。でもなんかじゃあ、そしたら音楽なんかでやりたいですね。おま、はい、ギターは弾かれへんで。いや例えばあの浜口さんドラム叩いてもらって、うん、まあ、鶴ちゃん歌ってくれんの。まあ歌うかなんか分かんないですけど。ええやん、やりたいやりたいね。え、うん、そんなんできたらいいっすよね。でもそのバンドのメンバーに怒られるか。全然怒られない。もうちょっと思い持ってやってくださいよ。全然怒られない。鶴ちゃんもしかしたら来てくれるかもしれんでって言ったらええーってなる。歌いきますよ全然。嘘、はい、めっちゃ喜ぶよ。全然歌いきますよ。どんな音楽やってるんですか。ロックですか。ブルーハーツみたいな。そうそう、パンクロックみたいなのをやりたいなって言ってて。でもその前はあのエアーバンドやったのよ、はいはいはい、過去だけやってて。でも正直全然ファンつけへんかった、エアーバンドって、はい、そらそら CD 流してるだけやもん、自分らで録音をした CD 流してるだけやから。なんかある日にやっぱちゃんとやってみたいってなって。なるほど。そう、全然いきますよ歌いに。これはこのチャンネルでできないんですかそれ。いや、いつでもあの子らは来ると思う。どのメンバーでやってるんですか。一目散久保田、はい、バッタモンかわいい、はい、ワンワンニャンニャン。ちょっとすいません、誰も一人とも存じ上げないんですよ。本当に失礼ですけど、本当に失礼なんですけど、誰一人と存じ上げないんですけど。っていうような松竹の豪華なメンバーでやってるけど。ちょっと本当にすいません、僕全然ごめんなさい。本当大丈夫大丈夫。今、うん、もうめちゃめちゃ恥ずかしくなりました、今自分が、うんうん、誰も知らないと思って。あ、知ってた方が恥ずかしいから。いきなり楽しそうですねそれ。みんなバイトの傍らやってんのよ。へえ。菊池っていうワンワンニャンの菊池っていうのはボーカルやってんねんけど、はい、その子はもうアメトークで40過ぎてもバイト辞めれない芸人として出てたから。へえ。そう、いまだにバイトしてる。やりましょうよ。じゃあパンクバンドミュージアムしてステージも作ってそこで。で皆さんはそれぞれギター、ベースがあって、うんうんうん、で、初心者なんですか。初心者一人ちゃんとミュージシャンのギターでミュージシャンの人がいて、あ、いるんですね、その人に習ってんねん、はい、ずっと。なるほど、なるほど、うん、でもほんまにズブの素人。楽しそうっすね。去年初めて。なんかできないかな。やって、ほんま鶴ちゃんが来て歌ってくれるだけでええよ。いやいや、全然全然、もうそんなバンドのメンバーになりたいからです。嘘やろ。本当です、本当です。YouTube チャンネルあるけど登録者数700人やで。ええか。全然いいっすよ。つるちゃんどうだった今回のこの浜口まさると秘密基地。いや、どうだったって、もう天国ですよずっと。こんな、だって釣りしてバーベキューしてで魚も釣れたし、うん、こんなことあるんですか。このご時世に。ほんまよね、はい、時代と逆行していってるよね。完全逆行してんじゃないですか。いや、俺もだって他のとこの番組でこんなに豪華な食事させてもらえることないもんね。いや、本当ですよ。すごい、どうやってんのか本当知りたいですよ僕。でもほんまにこの秘密基地で最初に打ち合わせしてて、俺がやりたいとか こんなことやりたいって言ったことが鶴ちゃんの言ってることとかとすごいぴったりやし、はいはい、もう言ったらスタッフさんも一番最初にもう鶴野さんが来てくれたらいいよねみたいなことマジで言ってた。本当ですか。うん、本当に本当に。そしたら本当どっか一からなんか作りましょうよ。また秘密基地ってタイトルなんですよね。うん、そしたら秘密基地作りましょうよ。言うね。だって秘密基地なんでしょ。そう、秘密基地。そしたら秘密基地作りましょうよ。すげえな、どっかの IT 社長みたいな。すごいな。だったら浜口さん作ればいいじゃないですか。その発想はなかったわ。え、作ろうよ、せっかくですもん。作りたい。作らして、うん、鶴ちゃんのその土地で作らして、ね、今ちょうど検討中のところがあって。マジで、はい、来週見に行くんですもう一回。
あ、じゃあそこちらっと俺の顔も入れておいてよそこに、そこちょっとそれも言ってきますよ頭に、うん、子供たちのなんかここは子供たち走らせてやろうなって浜口ここにちょっとテント作らせたらなとかってこうそれはちょっとなんか別のプロジェクトになってきちゃったな別のちょっとあの土地探さなきゃダメだなってなってきちゃった本当ですそう、あの子供たちの楽園ができる前でいいや、うん、だってもったいない、せっかくこんな本当、いや ラッキーというかすごいね、やっぱり YouTube ですよ、うん、だってひょっと好きなことできるじゃないですか、うん、そしたらもう一からもうやりたいこと全部やった方がいいと思います、僕は。可能性めちゃめちゃあんもんね。はい、いやそうなのよ、だから今までのいろんな浜口さんのスキルを、はい、全部生かして、ただそこ海が一つもないんですよ、山なんで。え俺海しか活躍できへんで、唯一潜りぐらいしか、川がありますけどね近くに潜るわめっちゃ浅い川ですけど潜り以外全くダメやで俺、球技もあかんし。秘密基地を作ろうと思ってやり始めたんだったら秘密基地作った方がいいですよ。うん、秘密基地ながら、まあ、ミュージアムを作ろうみたいな。あ、ミュージアムね、うん、でも秘密基地作りたい。マジでちょっと考えましょう、ほんとそれやってやろう、こういうもう自然発生でやって言うてもうた任せてもうたそしたらもう僕こんなだけの秘密基地になっちゃうからそこ浜口さんお願いしますよ、時々浜口勝るとでもいいし。いや、じゃあもう旗振っていただかないと旗振る、振るわ、旗振り得意やから、旗振って、そうしないと本当に、うん、鶴の時の秘密基地になっちゃいそう。言うてや後ろから浜口さんこっちですって言ってオーケー言うてこう旗だけは振るからこっちや言うて絶対楽しいと思いますけどね。いやもうほんまにまた出てよ。あ、いやもちろんもちろん、うん、もちろん、はい、あの呼んでください。友達にドローン持ってるやつもおるから、はい、ドローン6台持ってるから、ええ、あのそいつ呼んだらドローン撮影が確実にできるから、うん、結構いますよドローンの人周りは。あ、そう6台持ってるやつおるんけど、ドローンドローン撮影そいつに任せれば大丈夫やし、うん、6台持ってたって飛ばせるの1台だからうん、そうね、いや絶対また来てよ。いやもうもちろんです、やろうやろう、いろいろすごい、なんか夢広がるってなんかありがたいですね、うん、こういうちょっとなんかみんなが後ろ向きになってる時に、うん、こう未来の展望が見える、うん、そうそう、ワクワクするような番組がいいなと思って、ワクワクしたいですよね、うん、ワクワクしたい、うん、それワクワクを今日はくださって本当ありがとうございました。いえいえこちらこそ、俺全然できへんのに全部やってくれてありがとうございますいやいやいや本当になんか魚拓も教えてくれてありがとうございますつらねえわ、優勝西日って言うわ